エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回は弱点属性とデバフをつけられる優秀なサポーター銀狼となります。銀狼については評判がいいキャラクターですが、普通にプレイして育成した場合はどうなるのかという視点でやっていきたいと思います。キャラの簡単な特徴についてです。弱点の埋め込みが可能というのですね。これが唯一無二のスキルになるかなと思います。あとはデバフの数が多い。3つ目、秘技で弱点無視の人生削りができる。4、二属性の編成と相性がいいというのが特徴となります。スキルは仲間の属性のうち1つだけ弱点として埋め込むことが可能となります。さらに属性耐性-20を付与します。スキル効果で全耐性ダウンも与えることが可能ですね。あとはテンプの効果で欠陥でデバフを1つ付与できます。必殺技は指定した敵単体の防御力を下げ、量子属性のダメージを与えれます。デバフに特化したキャラ性能となってます。星4であればイベント公演水の初めてのクエストの前にがおすすめです。効果命中がプラス 20% されるのが相性がいいですね。その他の星4は決意は明日のように輝くです。防御力のデバフがつけれるのがいいところです。星5で言えば持ち武器の降りやまぬ雨ですね。ダメージが付与できるのでさらにデバフをつけれるのがいいところです。個人的にサポート兼サブアタッカーにしたいので天才4セットと選手がおすすめです。サポート寄りであれば効果命中が欲しいのでガンマンと銀河障子を揃えるのがいいかと思います。メインステとしては胴体が効果命中、脚部は速度、オーブは量子属性ダメージ、名は EP 回復効率化攻撃となります。サブステは効果命中、速度、回心率、回心ダメの順がいいです。便利なところとしてはとにかくデバフをたくさん漏れまくれるという点ですね。あとは二属性パーティーなら組みやすくなります。さらにデバフなので敵の行動が来なければ解除がされないというのも強みですね。残念なところとしては量子パーティーで揃えるということが現在不可です。また効果命中の異物厳選がとても大変ですね。さらに属性が散らばるときは性能を活かせないという面もあります。個人的に銀狼がいるとデバフを漏れるので速度盛りのパーティーの時攻撃回数が多いほど効果を発揮するように感じました。ガチャを引いてそれなりに使えるデバッファーなので引くのはありかなと思います。ただしアタッカーがいたらとなりますね。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。